ではですね、次は、暗いところを明るく撮る方法についてね、考えてみたいと思います。例えばこの人間を撮りたいと思います。カメラを持ってきます。このようにしょ、アップで寄ってマクロモードにしてますんで撮れますよ。じゃあ撮りましょう。うん、撮れたんですけれども暗いですね。ここの体のところが暗いと思います。うん、暗いな、どうしたらいいんでしょう。そういう場合はですね、まず起こしてあげますね。簡単なことです。起こして光がいっぱい当たるようにしてあげてください。斜め上からね、照明っていうのは当たってますから、まずそれに当たるようにしてあげてください。この状態とこの状態、当然ここの明るさだいぶ違いますよね。まず明るくしてあげましょう。何かでね、押さえてあげたらいいですね。じゃあこうしてね、ちょっと置いてみて、こうやって撮ってみます。うん、先ほどよりね、ずいぶん明るく撮れました。で、もっと明るく撮りたいなと思われるんでしたら、露出補正ですね。さっき申し上げました露出補正で明るくしていくんですけれども、露出補正というのは全部が明るくなっちゃうんですね。例えばね、この帽子の下のところ、ここ暗いなと、でもその目玉まで撮りたいなっていう時は、明るくしてしまうと全部明るくなってしまって飛んでしまいますよね、周りのね、色合いがね。そういう時はどうするのかと言いますと、コピー用紙でいいです。こういう白いコピー用紙を持ってきまして、ここに当ててあげます。わかります？この辺見ててほしいんですけれども、ほら、もうこれだけではっきりわかると思う。随分明るく、パッと明るくなりますよね。これレフ板なんですね。こうやってやってあげることで明るくなって、レフでね、光を起こすっていうんですけれども、上から降ってきた光をここに当てて跳ね返して明るくしてあげるんですね。こうして撮ってあげます。すると随分明るく撮ることができるようになります。つまり大切なことは、まず光の向きにね、しっかり当ててあげるっていう、向けてあげるってことと、結果として影になっているところをいかに光を起こしてあげるかっていうことですね。で、今はこちらとこちらと上の3方向から光が来てるんで、これだけ明るいですけれども、人によってはこうなってしまう人もいると思います。そう簡単には何もかも明るくはできない。随分光量が変わったのがわかると思います。暗いですよね。こんな暗い中で撮りますと明らかに暗いです。じゃあどうしたらいいんでしょうかという話なんですね。これもね、やっぱりここ見といてほしいんですけれども、こうやってほら光をね、わかります？より一層わかりやすいと思うんですけれども、こうやってやっていくだけで随分光が起こされましたよね。こうやって光を起こして撮ってあげるとね、綺麗に撮れます。このように、暗い部分は光をレフ板で起こして撮るんだということですね。これをね、ぜひね、やってみてください。